ニカ肉 TV、 今日はビートのレストア計画の第何弾かもう分かんない分かんないけど、そう、あの今日は内装だいぶ前に全部取っ払ったと思うんですけど、うん、はい、それを取り付けていこうと思います。ちょっと私外してないのでよろしくお願いします。でもね、うん、まあ頑張ってでは早速やっていきましょう、はい、こんな感じね。こちらがこれで、分からないな。どう？とりあえず敷けました。はい。で、はいはいはい、クリップを？クリップね、前の方はなんかついてた？ついてない？車に。車にはついてない。いいや、じゃあとりあえず引くだけで、うん、まずは。で、今度ここにバルクネットのところ入れるから。よし。そんで多分これがこうつくじゃん、うん、でビス止めするんじゃん、うん、ここはねどうだったかなと思って。そこもプラスチック入ってたか。いや入ってたんじゃないですかね。組まない方がいいか、どっちかっつったら取った方がいいから、ここまた外す可能性あるからさ、一旦仮止めでいいよこれで。仮止めで。うん。でいいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。でここのできてきたよ。ビス。メカニック TV。
ということで、とりあえず終わりました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、まあ、あのシートとかはまた後日、うん、はい、はい、何が大変でした？いや、まずあの私外してなかったんで、どんな感じだったのかもう全然わかんないし、だいぶ前ですもんね、外したの。もう多分何ヶ月も経ってるから、もう部品がどこにあるのか、まあ、クリップとかちっちゃいからもうそもそもないみたいな。一応ね、袋に入れてね、分けてはいたんだけど、うん、その袋が、ね、置き場所がどこにいるか探すのが大変でしたね。だからまあ整理整頓してやっぱりね、はい、置いとかないと。まあでもね、こんだけ時間経っちゃってると、うん、ね、ちょっとしょうがないですよね。はい、まあ、まあ、無事に、はいはい、終わったということで、はい、もうすぐ終わりが近づいて、どうかな、来てるかな、はい、来てるはず、はい、ということで、はい、本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。メカニック